桜島錦江湾ジオパーク。この海はその昔巨大な穴だった。ここは鹿児島市北部寺山公園。今あなたが見ている景色はその昔火山が作り出したもの。目の前に見えている海は火山が作った大きな大きな穴なのだ。桜島ができるずっと前にここで巨大な噴火が起こった。現在の桜島の噴火の100万倍くらいの規模だと言われている。この時、約1週間にわたる噴火で、鹿児島県薩摩半島、大隅半島全土に火山灰が約60メートルの厚さで積もり、シラス台地となったのだ。この大噴火によって、大量のマグマが火山灰となって地下から出ていき、マグマのあった場所が空っぽになった。そこに地面が落ち込んで巨大なこの穴、アイラカルデラができ、海水が入って目の前の海、錦江湾になったのだ。あなたがいるこの場所はその穴の縁。約3万年前、9世紀時代に起こった出来事とあなたは今つながっているのじゃ。ドンツクンクツクドンツンタツグツケンカツグツグドンタドンツクンクツクドンツンタドグツケンカツグドンツンタ。気持ちいい、気持ちいい。わっ、あ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